そのだけはレース展望です。この時間は7月21日木曜日の白牡開催の展望を行ってまいります。この時間の解説はサンケイスポーツ門田光雄さんです。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。まずは今日ね、朝びっくりしました。住吉朝尾調教師の訃報、大変ショックでね、驚きましたけどね、ただその所属騎手である松本幸介騎手、川原昌一騎手ともに勝利を挙げてというね、まあ弔い星となりましたもんね、中でも川原昌一騎手は5700勝のメモリアル、すごいですね5700勝。ねえ、はい、63歳ですけど落馬をしてもねすぐ乗ったりとか ね、はい、すごいご活躍で、そしてもう一人のベテラン田中学騎手も今日4500勝接戦をものにして ね、はい、制されました。明日の白牡開催どうなるでしょうか。番組表です。さあメインの11レースいい味出してる淡路ビーフ、3歳以上特別戦 A1、A2 の混合戦、そして1つ前の10レース3歳以上の特別戦 B1、B2 の混合戦、この2つ展望していただきます。さあまずはメイン競争です。第11レースいい味出している淡路ビーフ、3歳以上 A1、A2 混合の一戦 1700m 戦です。12頭出走予定だったんですが、キューバのシェナキング馬体故障のため出走取り消しとなりました。まあ、去年の菊水賞馬、ね、兵庫ダービーも、それから西日本ダービーも共に2着というね、まあ、あの実力馬ですけど残念ですね。そうですよね、力的に、ね、人気もそこそこしそうですし、ちょっと楽しみにしてたんですけれども ね、残念です。11頭になりました。では印です。さあ門田さんの印こうなりました。本命2番のタガノウィリアム、まあなんと言いましても前走の転入初戦が兵庫ダービー西日本ダービー馬のスマイルサルファを 1.1 秒ちぎる快勝でしたもんね。そうですよね、まあ、転入直前の、ね、一戦が、ね、まあ、JRA の2勝クラスで勝者の、ね、競馬をしてましたし、まあ、花へ、ね、行ける客室からも、まあ、いきなり好勝負にはなるとは思っていたんですけれども、はい、やっぱり想像以上の強さでしたよ ね、 でしたね。まあ、ね、1秒おっしゃったとおり1秒以上離した、ね、2着馬が去年の、ね、兵庫ダービーのバランススマイルサルファーですしね、そのスマイルサルファーは、ね、自走で、ね、楽勝しましたからね。そうなんですよ ね、 そうなんですね、まあ、出足早の、ね、この馬タイプなので、まあ、1700も問題ないと思いますし、うん、まあ、前走の、ね、パフォーマンスを考えるとやっぱりオープンでもここでも十分勝ち負けになると思います。ね、いやすごい馬が入ってきたなという感じを、ね、受けますけども、はい、そして対抗馬が10番のドリューですね。こちらもまあ転入してきてから、まあ、5着続き、今回距離伸ばしてという一戦ですね。はい、そうですね、まあ、結果的に、ね、前走もちょっと人気ほど走れなかったんですけれども、まあ、その前走は、ね、まあ、ちょっとオープンにしては、ね、ペースが遅くて、ね、まあ、結果的に前が残りましたし、うん、まあ、あれは展開のあやでまあ仕方がないのかなと思います。まあ、そんな中でもね、まあ、自分から勝ちに動けましたし、見どころは十分あったと思います。まあね、今回タガノがね、早い流れで引っ張ってくれれば、この馬の良さが出るのではないかなと思って、前進は十分可能だと思います。そろそろ中央で見せたあの末脚見たいですよね。そうですよね。はい。3番で評価、黒三角6番の帝王エナジーです。まあ、こちらね、前走は名古屋、まあ、笠松とか中央とかね、ボスロダも含めて点々と走っている馬なんですけどもね、はい、今回5ヶ月半の休養明けですね。はい、まあね、休養明けなんですけどもね、まあ、しっかり乗り込んで、まあ、あの仕上がりはいいとの話なんですし、まあ、3歳時にね、まあ、交流受賞をね勝ってる馬ですしね、うん、まあ、実績的に考えるとね、これが上位なんですよね。うん、まあ、ちょっとね、前走は崩れてしまいましたけれども、まあね、あれ2走前のオープンではね、まあ、シェダルの、ね、2着とまあ結果出してますし、はい、まあ、今回は、ね、17キロで走れますから、うん、まあ、久々でも、ね、ここなら好勝負になっていいと思います。確かに強いところと、ね、これまで戦ってきています。はい、そして23角4番のマイネル雪椿です。こちらも、ね、治療からやってきて1着、そして前走も2着という、ね、成績ですね。そうですよね、まあ、前走もね、いい感じでね、すごい通走できてたんですけれどもね、ちょっとエンジンのね、かかりがね、遅かったというかね、ギアがね、上がりきったところがゴールだったっていう惜しい競馬でしたよね。うん、はい、まあ、今回はね、これも57キロに戻りますし、まあ、前走見てるとね、やっぱりスローの用意ドンよりは、まあ、2走前のようにね、早めに並びかけて自分から勝ちに行く競馬の方がいいのかなっていう感じがするので、うん、まあ、そういう競馬になれば、まあ、ここでもあのいい勝負ができると思います。はい、そして最後の印、白三角5番の淡路の桜、まあ、年明けの重賞ではね、
好走してきた馬なんですけども、最近の重賞でちょっと着順を落として、また前走シェダルの3着と浮上ムードですね。そうですね、まあね、これちょっと着順崩した時やっぱり佐賀の遠征の疲れがねちょっと残ってたのかなっていう感じもしないでもないんですよね。まあね、きっちり前走はね、3着争い、まあね、上位に話されましたけど3着争い制しましたし、もともとねしぶとくて馬券圏内に入ってくるのが持ち味の馬ですからね、やっぱり三連系の馬券を考えたときにやっぱりこの馬は外せない一頭かなと思います。はい、わかりました。それではこれを踏まえた買い目です。フォーカスご覧いただきましょう。その三連系三連単ですけども、1着固定、2番の高野ウィリアム、ここは信頼ということですね。そうですね、印、通り10番、6番、4番、5番組み合わせ12点となっています。いい味出している淡路ビーフ3歳以上 A1、A2 混合戦は6時ちょうどの発送となっています。次は10レースです。3歳以上の特別 B1、B2 の混合戦 820m 戦です。印です。本命8番伊豆城ドリーム、前走重賞でも6着と頑張りましたね。そうですよね、まあね、重賞のね、まあ、結果的に格上相手の、ね、一戦となったんですけれどもね、見てたら点のスピードがやっぱり一番速かったぐらいでしたよね、しかもね姉妹バタッと止まってませんし、まあ、収穫の多い一戦だったと思います。まあね、3走前は50秒を切る時計でね押し切ってますし、2走前は58キロをね背負ってねじ伏せましたからね、まあ、この距離で5回走って負けたのはまあ重賞の前走だけと、まあ、敵倉に戻って引き続き得意な距離ならここは負けられないのではないかなと思います。はい、そして対抗馬12番の指名、こちらは門別からの転入ということですね。そうですね、門別でね B 級を勝ってね A 級に上がってからもね短い距離でスピード負けしてませんよね。まあ、一息で走るねスプリンタータイプではないとは思うんですけれども、まあ、この条件ならね、まあ、内枠よりまあ外枠の方がいいと思いますし、はい、まあね、距離違いますけれども園田コースをね経験しているのも大きいと思うんですよね。まあ、今回ねちょっとB2 っていうことで55キロで、ね、走れるのも結構大きいんではないかなと思います。はい、そういった有利性も見ての対抗。そして3番で評価2番純大ハードですね。こちらは人気おそらくないでしょうね、あんまりね。そうですね、まあ、転入後は、ねまあ、8着2回続きで、まあ、人気はないと思うんですけれども、両方とも、ね、勝負どころまですごいいい感じで上がってきてるんですよね。まあ、芝ですけれども、まあ、JRA の1勝クラスでも花行くスピードを見せていた馬ですし、まあ、距離短縮で、ね、この条件が一番合うんではないかなと思ってでちょっと狙ってみました。あ、なるほど。そして4番で評価が3番のダウンタウンスピーカーです。前走はその他ね FC スプリント12着しんがり負けでしたけどもね。はい、そうですね、はい、まあ相手関係もね、まあ、あるんですけれども、やっぱりちょっとねスタートでね出遅れたのがやっぱり痛かったですよね。まあ、この馬もね本命馬と一緒で、まあ、この距離6回走ってね4連帯している得意の距離っていうのはまあ間違いないと思いますので、これもまあ B 級相手ならまあ見直していいのではないかなと思います。はい、2着ね4回ある 820m 戦ダウンタウンスピーカーです。最後の印白三角が9番のタマモアンドロメダですね。こちら初めての、まあ、この舞台ということですよね、スーパースプリント戦ね。そうですね、まあ、南関東でねワンタン戦を勝っているようにね、まあ、距離が短くなるのは多分プラス材料だと思いますし、その前走もねつまずくようなスタートからね鼻を奪ってるんですよね。結構出足早でやっぱり南関東の実績は本物かなと思いましたんで、まあ、今回ねスタートが決まればね結構面白い存在になるんではないかなと思います。はい、なるほど。これを踏まえてのではフォーカスです。買い目もご覧いただきましょう。1着固定8番の伊豆城ドリーム、ここも本命は信頼ですね。そうですね、はい、これは信頼したいと思います。はい、3連単8番から12番2番3番9番組み合わせ12点となっています。第10レースは5時25分発走予定です。まあ、今日は内側前週にも砂も入れられてという中だったんですけど、はい、全体的にはどんなような印象ですか。そうですよね、先週と同じなんですよね。火曜日に雨降って水曜日オームスタートだったんですけれども、その先週の水曜日は逃げ馬がよう残ってたような気がしたんですけど、今日見てたそうでもなかったんですよね。まあ、こうね傾向が変わるものかと思ってちょっとびっくりしてたんですけれども、ね、はい、同じような条件でもちょっと ね来てるキャベツの馬が変わってくる、はい、さあ明日の白馬はどうなるでしょうか、ね、見ていきませんね。サンケイスポーツ唐田光雄さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ白牡開催21日、そしてその次はその気ナイターと続いていきます。引き続きどうぞ園田競馬でご期待ください。レース展望でした。